僕の終わりも見えてきたんですかね。まだか、まだなのか。さあじゃあ続いていこうかな。まだまだクロストークでいきますか。そろそろお題を変えてみますか。お題を変えてみようかな。まだですか。まだ見てないのがありますか。まだ見てないのはいっぱいありますよ。これはどうでしょう。個人的にちょっと見たいんですけど、次のページ行きました。ねごろさんから堀井さん、2013年12月10日ですね。はい、さあ混ぜるな来てきましたね本当にそうですよね。さあトワイライトからモーニングのクロストークですからね。朝から何をしてるんでしょうかね。それではご覧ください。どうぞ。椅子がない。あ、ゲストを迎えるのに椅子がないなんて、なんて失礼な。どうぞどうぞどうぞ。先生、先生おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。堀さん初じゃないですか、クロストーク。初ですね。初クロストークですよ。はい、はい、いやお元気ですか。元気です。いやもうほんとね、はい、なんか新鮮、なんかそんな、そんなに見ないでなんかそんなに見ないでドキドキしちゃいます堀井さんはどうです、モーニングやり始めて。いやまだ緊張してます。まだ緊張してるんですか、はい、トワイライトはもうなんかね、はい、目覚まし3連発とかやってましたもんね。こっちで。あ、こっちか。すいません、すいません。もう今、今なくなっちゃったよね。あ、けど早起きは三問のおっち。そっち。堀井さんって本当そういうポーズすごい得意ですよね。なんかこう、あれ自分で考えてるんですか。はい。すごいね。なんかね、いろんなコーナーやると毎回ちゃんと決めポーズがしっかりありますよね。そう、お目覚まし3連発とか。ウェイクアップタイム、ウェイクアップタイムあるんですか。ウェイクアップタイム、リリリリリリ。じゃあ一緒にやりましょうか。じゃあ行きましょう。続いてはこのコーナーです。ウェイクアップタイム。ティリリリリ。なるほど。僕も。あー失礼しました。失礼しましたね。はい。これ2013年なので、あー、ね、今はほとんど変わらないですねって常にそうですね。さっき僕の、ね、女神が舞い折れて集中力が切れましたね、完全に。はい。じゃあ次はどれに行こうかな。あ、これ同じページのずっと下の方に参りまして、藤岡さん、松行さんっていう2014年の4月14日これも朝のやつですよ。藤岡さん、松行さん、クロス、初クロストーク。そうなんですよ、同期なんでデビューしたてなのか。うん、ねえ。さあそれでは、おお、ご覧いただきましょう。どうぞ。おはようございます。はい、おはようございます。失礼します。はい、どうですか。いやすごく緊張しましたよ。はい、私もまだ1週間しか経ってないんで。はい、そうですよね。はい、初クロストーク初です。はい、初です。嬉しい。新人リレー。そうですよ。なるほど、
新人先輩、ちょっと先輩でかいです、はい、はい、ということで今日のモーニングの見どころこちらです。今週も春爛漫ということでですね、今日から新しい1週間が始まりましたが、今週もしかしてお出かけされる方なんかもいると思います。で気になると思うんですね、今週1週間のお天気が、はい、ということでお天気トピックスの中で今週の1週間のお天気見ていきますので、お仕事またはお出かけなんてされる方もぜひぜひ参考にしてください。はい、はい、春爛漫だといいですね、いいですね、はい、ありがとうございます。そんな感じです。はい、二人で決めポーズ作る。決めポーズ決めポーズ何ですかね入れますか。考えてみましょう、うん、考えてみます。明日やってみますか。そうしましょうそうします、はい、ということでモーニング皆さんご覧になってください。はい、ありがとうございました。いいなぁ、ないいなぁ、これは何なんすかね、この今の雰囲気、ね、みんなそういう時代があったのね。うん、花園って来てる花園だね、ほんとそうだね、うん伊豆民と勘太郎とはおこ違いね、全然違ったね。次はちょっと待ってよ、まだいきますか、これこのコーナー、この属性でその逆は、はあ、なるほど、逆はあるのか、少々お待ちください。今検索中です。ティッティティッティ。ん？ん？見当たりませんね。え？意外と？意外と見当たらない？あら？あれないのかな、お、あ、ありました、あ、これはあの結構新しめ、新しめですけど、これ何ページ目になるんだ、2015年9月19日、9月15日高山さんから藤岡さんっていうのがありますね初クロストーク、高山さんと藤岡さん、はい、そう、まだ最近ですけどね行きますか、はい、さあそれでは見ていきましょう、どうぞ。初の、私は初のクロストークということで、お次ソライブアフタヌーンの藤岡あかねさんから、はい、登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして、はじめまして、デビューおめでとうございます。ありがとうございます。白井ゆかりさんの時も、はい、そうなんです、私が初クロストークをさせていただいたんですけれど、初めてのソライブどうでしたか。いやもう最初の30分間が濃すぎて、うん、いや見てましたよ、私そこでコーヒーブレスやってましたよなんか最初の30分が濃すぎて、そこばっかり今なん
んか思い返すとそこがいやね、本当楽しそうで堂々とされてて素晴らしいなと思いながら見てたんですけどいやチャットの研修ではない、うん、このチャットの皆さんとのこうやって会話もできる感じがとても楽しいなと思います。そうですよね。いやこれからもこのコーヒーが続くって感じなのかな。そうですね、はい、これからはしばらくコーヒーということで、うん、はい、またお願いします、はい、うん、お昼の顔として頑張ってください、はい、ありがとうございます。あと私もあのこの後アフタヌーン初めてなんですよね。そうなんですよ、初めてなんですよ。今まで結構朝が多かったんですがこのフレッシュさを引き継いでいきたいと思います。はい、では今日の空見度見ていきたいと思います。こちらあ、こんな感じなんですね、はい。シルバーウィーク楽しんでますか。写真空見度に出るんですかちょっと恥ずかしいけど、いやでもあのそうですね、今日からシルバーウィークということでちょっとお出かけされている方も多いかと思いますが、それに今日晴れているところ多いですからね、はい、たくさんお出かけリポートの方も送ってほしいなと思います。いやー、ということでなんかこう見入っちゃいますね。いや、とても良かったですよ。恥ずかしがってますけどね。これもまた花園でしたね。うんうんうん、そうですな。いや、ちょうど今本人がね、あの通ったんでちょっと見てみましたけどね。白井さん、松幸さんっていうのもありますよ。2015年9月12日え、これも数ヶ月前ですけどね、うん、15年9月12日行きましょうか。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。あ、すごい大きい、はい、初めてクロストーク。そうですね、はい、ドキ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 同い年ですもんね。そうなんですよ。91年生まれ、もう24歳になりました。なりました。そうですよ、ね、この間9月にお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。でこれから多分、はい、サンシャインモーニングでクロストークもねどんどん増えそうですね。多くなってくるかと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう結構慣れましたか。全然慣れませんまだまだ緊張しています。そうですよね、はい、私もまだ緊張してます。本当ですか、うん、全然そんな感じしないんですよね。なんだろうな、慣れるんですけど、はい、なんか日によっていろんな緊張感があるなって最近また毎日違いますもんね、うん、お天気は。そうですね、うん、ただ今日は晴れるところも多くなりそうですので、サンシャインの空見度も見ていきましょう。こちらです。今日は広いエリアでお出かけ日和になりそうです。秋の体感を感じている方も多いと思いますが、まだまだ日差しの暑さもあると思いますので体調管理も気をつけたいですね。あとはですね、お天気回復してもやっぱり東北だったり関東は土砂災害、そして河川の増水に注意が必要です。の水害の特設サイトも今ありますので、サンシャイン中にもしっかりと見ていこうと思います。はい、ではスライドサンシャインもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。落ち着いてますね、2人とも、ね、緊張してるとは言いながらも、いやー、これが初ですよね、うん、初めてのクロストークには見えないですよね、はい。さあ、うん、次そろそろクロストークはおしまいにしましょうか。
黒いの行きますか。じゃあ分かりました、黒いの行きましょう。天気キーズ、さっきの企画会議でね、青木武将移動っていう企画が出てましたけども、その青木が企画をしたという天気キーズでございます。何番からいこうかな。今これにノミネートされてる方、横町、近田、木島、沢田、山岸の5名の天気キーズがあります。どれがご所望ですか。全部見たら30分ぐらいかかるかもしれないけど、今ですね、これから武将移動になるかもしれないという青木さんが今スタジオの中にいらっしゃいまして、近田さんは見てみたいなということで、近ちゃんから参りましょうか。2ですね。いや今日なんだかんだ言ってみんな来ますね。うん、いいよいいよ。さあそれでは見てみましょうか。ちょっとあれこれ飛ばしで見れるんだっけ。ちょっとずつ飛ばす。はい、じゃあ行ってみましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。小さなお友達もそして大きなお友達もテレビの前の皆さん、ちゃんとテレビの前で座っていますか。それではこのコーナー行きましょう。せーの、天気キーズ。思いっきり言ってるよ、天気キーズ。本日この BGM がまたいいよね。もうこれしかもう思い浮かばないもんね。テン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 。本日担当するのは沢子お姉さんです。多分今日で最後になると思うんで、みんな言うな。テレビの前にしっかり座ってくださいね。はい、ちなみにですね、今日のお友達なんですけれども、今日のお友達はこの子です。私の大好きなくもくんです。目はついてますけど喋りません。目はついてるけど喋らない。え、喋るのこの子。うるさい周りが。今日は沢子お姉さんを助けにやってきたんだ。あ、お友達なんだけどね、親友なんだけど。今日限りの親戚です。あ、もうどっちが誰だか分かんなくなってきました。それでは早速いきましょう。このコーナーは何かと言いますと、ネタをやるコーナーではございません。この時間にお子さんも帰ってきているだろうということで、お子さんも楽しめるクイズを実施していくコーナーでございます。クイズ、ちょっと飛ばす。さあ、それではまず第1問目いきます。お天気博士といえば。ちょっとでかっ。お願いします。そうですね、ヒントですから、ヒントはこれですよね。なみなみ雲は雨がほにゃららになるサインじゃないですか。雨がほにゃららになるサイン、ね、ほにゃらら
ほにゃらら。ほにゃらら。ほにゃらじゃない。今日のお兄さんはちょっと分かりにくかったですね。ありがとうございました。お兄さんじゃねえよ。それでは5秒前でいきましょう。5秒前。はい、じゃあちょっと飛ばします。3。この黒いのがポイントですね。そうです。これはヒントいらないです。お兄さんはきついだ。ヒントはいらないと思うんですけれども、あの方にご登場いただきたいので、何？もう一度あの方呼んでいきたいと思います。それでは、マサレオおじさん。言っちゃってる。なんでそこでおじさんになるんですか。マサルおじさん。スタッフがおじさんって言えって言うんで。おじさんでいいです。近くしてますね。すいません、正直に言わせていただきました。正直ってまあいいけども、ヒントですけどもね、はい、ヒントは、西の空の黒い雲は、はい、ほにゃっとほにゃほにゃがほにゃほにゃがヒントです。わかりません。え？多分小さなお母さんはほにゃって意味がわからないです。ほにゃらら。ほにゃらら。ヒントですか。そうですね、はい、うん。どちらかというと。ここあれこっち。違います。絵的にはなんか面白いんだけどな。どっちかというと、多分傘持っておいた方がいい。傘持っておいた方がいい。いい。最近日傘男子も流行ってますからね。流行語大賞に日傘男子が入ってました。はい。ちょっと困りましたね。ちょっと困りましたね。そうきました。そうきましたか。そうきました。木田さんは持ってますか。日傘あ、持ってません。あ、持ってないですか。いや、日傘持ってないでしょ普通。男性ですよね。男性いやでも入ってましたよ今年。あ、確かに周りはあまり見ないんですけれども。柳さんは持っていそう。柳さんは、持ってそうですね。持ってそうですね。柳さんは持ってそうじゃなくて、持ってる方に3000点。そういう、はい、ありがとうございました。コーナーじゃねえ。はい、ということでみんな分かったかな。ノリノリじゃねえか。お兄さん、ありがとう。またなんか出てきた。それではお願いします。はい、恥ずかしくないですか。お願いします。はい、恥ずかしくないです。あ、そうですか。はい、わかりました。面白いな。じゃあ、こっちじゃなくてこっちか。あの、解説したいと思いますが、あれ、どうして顔を隠すんですか。笑ってません。はい、ではまずですね、ちょっとこちらでももう笑ってますね。笑ってません。いや、笑って、まあいいんですよ、笑っても。お願いします。はい、じゃあまずこっちの方から見ていきましょうか。2回目の放送ですかね。画面切り替えていきましょう。はい、2回目の放送ですね。こちらがどうなのかっていうところから見て、はい、結構早いですよね。覚えておいてください。覚えておいてください。はい、ですから、の中身はまともだよね。まあ、黒い雲ほど、まあ、雨が降るっていうふうに覚えるっていうことも大切ですけど、あ、これ怪しいなというふうに感じることがもっと大切かなと思いますね。なるほど、わかりました。怪しいと感じることが大事ってことですね。そうですね、はい、はい、まあ、怪しいおじさんもいるかもしれませんけども、そこは忘れてください。はい、マサルお兄さん、ある意味完成度高い、ありがとうございました。来てる、その一個下にひどい番組来てる。はい、ということでマサルお兄さんに解説してもらいました。こういうですね、クモくんみたいな雲は大丈夫だけど、
白くて清潔なんです。清潔、私のお友達なんで。くもくん、くもくんは大丈夫ですけど、ちょっと汚れちゃったらちょっと危ないくもかもしれません。なのでもう一度確認します。小さなお友達、そして大きなお友達の皆さん、黒い雲やなみなみした雲が見えたら何を持っていけばいいですか？何を持っていきますか？何を持っていきますか？お財布はい、そうです。傘を持って行ってくださいね、はい。ファブリーズはあったらいいかもしれませんが、傘でいいと思います。ファブリーズ。それではここからは天気キッズから皆さんにお知らせです。お、お知らせ。そうですね、予報士道場というのがありました、うん、ちょっとそちらをご覧いただきましょう、うん。今日ですね、私もちょっぴりツイッターで皆さんにお知らせしたんですけれども、うん、はい、天気キッズ、あ、私が被ってますね。はい、こんな感じでですね、小学校2年生の海浜打たせ小学校の皆さんにこちら幕張にお越しいただきまして、はい、この解説をしました、皆さんにね。はい、次の写真は、はい、そうですね、リアル天気キーズっていうことになるんですけども、これも天気キーズですね。やってた、はい、注目はここです。人形を使ってね。今日はですね、かなりドジなサンタさんが主役でした。かなりドジなサンタさんとですね、ちなみにこのサンタさんは、お菓子でできたソリに乗ってきます。はい、このドジなサンタさんです。お菓子のソリに乗ってますので、雨が降るとドジっていう時に庭を刺したよね、一瞬ね。このドジとサンタさんですって言ったよね。カエルくん、ブタちゃんということで、カエルくんが空読みの達人なんですね、はい。カエルくんがサンタさんにいろいろアドバイスを、空読みのアドバイスをして、ソリを濡らさないようにみんなにプレゼントを届けるという、そんなリアル天気キーズをお送りしておりましたかなりね、評判良かったんですよ。あの、小学校2年生なんでもうバンバン手を挙げて答えてくれますね。もう天気キーズ終わり、これで、はい、もしかして。とてもいい予報士道場でした、はい。まだあったっけ。皆さんもぜひまた来てね。ちょっと飛ばしてみようよ。それでは最後に、最後に皆さんとじゃんけんしていきます。じゃんけん、サンセットじゃんけん、サンセットじゃんけん。それではまず空ボタンサンセットじゃんけん、空ボタンいきます。じゃあ私見ませんじゃんけんポンでポンいきますんで、皆さん空ボタン、グーチョキパーを押してください。マサロお兄さんやりたいかな。マサロお兄さんやりたいみたいなんで、マサロお兄さん呼んでいきましょう。マサロお兄さん。あ、はい、どうも。どうも。じゃあマサロお兄さんと皆さんでじゃんけんしていきます。マサロお兄さん、はい、何をやってんだ。何を出す予定ですか。あ、出す予定ですか、はい、何を出す予定ですか。ね、チョキ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 ですか。嘘ついたら針千本の。飲まれへん飲まれへん飲まれへんさあどうですかね。それでは締め切りましょうか。はい、締め切りましょう。それでは、あ、これでじゃんけんすればいいんですよね。それでは行きましょう。マサロお兄さんとみんなでじゃんけんしていきます。それではせーの、じゃんけんポン。
ちゃんとチョキでしたということは、なんか草田が今、お友達が大正解。草田がこっち見たぞ。じゃあ見ていきましょう。ドン。何やってんだって何やってんだって見たぞ。あっ、グーが一番少なかったですね。はい、あグー46名の皆さんがラッキーですラッキーです。負けちゃったチョキの、あ、パーが負けですね。チョキがおあいこ、ね、おあいこ。じゃあ負けちゃった皆さんに、おあいこ、皆さんラッキーアイテムはありますか。ラッキーアイテムいきなりラッキーアイテム、パーで負けた。明日は雨だから、明日はパイナップルなんで。ありがとうございました。だって黄色じゃん黄色じゃん。なるほど、ありがとうございます。はい、というわけで負けちゃったパーの皆さん、ラッキーアイテムはパイナップルだそうですパイナップルは糖分が非常に高いですねラッキーアイテムはパイナップルはフルーツの中でも糖分が高いです。なんだ、はい、とっても美味しいフルーツでございます。ぜひ買ってくださいさあ、ということで本日2回目だったけども、うん、2回目でしたが、うん、みんなどうだったかな。いや、すごい、よかった。まだまだ明日から続きます。すごいな。はい、私は本日で卒業ですか。私は本日で最後だと思いますけれども、また明日見てくださいねそれではみんな、また明日。すげえ、すげえ、お前すげえよ。いや、面白いっすよね結構って今聞かれたけど、どっちの立場で言えばいいのかな俺はどっちの、傍観者としてはすごい面白かった関係がなければ、天気気づに関係なければすごい面白かった、関係あったらもうなんか変な汗が出たいやー、すごかったっすね。はいもう全くその打ち合わせとか構成とかがね、なんか出来上がってないような形でしたけどね。いや、面白かったな。あ、もう4時過ぎてる。ちょっと一旦落ち着こう。天カメを見て、天カメを見て、今4時2分なので、ちょっと3分ほど天カメを見ましょう。4時5分再開です。
はい、皆さんお待たせしました。時間は4時7分を回ったところですね。いやおはようございます。もうおはようございますの時間ですね。そうだそうだ、おはようございますだわね。皆さん大丈夫ですか。まだやってたのか。まだやってますよ。さっきのもう天気キーズ、なんかこの台本がですね、タイトルが赤いペンで書いてあるんですけど、天気キーズだけ黒で書いてあって、黒歴史ってことで、これだけ黒い文字で書いてあるんですよ、天気キーズ。いや本当にもう黒さが分かりますね。僕も久しぶりに思い出しましたね。あれはね、あれはすごいですね。客観的に見たら本当に何やってんだろうっていうね。あれは3週間ぐらいしか多分やってないですよね。2週間かあっという間だな。もうなんかね、青木天才とか青木奇才とかっていうコメントが来てて、すでに青木さんの3がなくなってんだよね呼び捨てなんだよね、青木って言ってね。いやー笑いますねね。もうね、あと1時間で BS 富士の時間だよって、 BS 富士で間違って出しちゃうかもしれないですね、これね。天気キーズね。僕2日ぐらい前に BS 富士の報道局長と飲んだばっかりなんですけどまた電話して謝んなきゃいけなくなってます、ね、申し訳ございませんそこでもね、またね、すげえ面白い話聞いたんですよ。でもこれ言えないんだよな。もう腹抱えて超笑ったんですけど、 BS 富士さんでね、いろいろ視聴者の方からとかね、なんかいろいろ意見もらうらしいですけど森田さんがとにかくちょっと物議を醸し出してるみたいで、変な親父が出てるって、酔っ払ってんじゃないかっていう声が森田さんに寄せられてるって話は、ね、報道局長から言われた日には、ね、申し訳ございませんってよく言っておきますみたいな、おかしな親父が出てるって言われてる変なおじさんですよ、はい。さあ、じゃあ一応ですね、こういうこれから6時までの時間はこういうふうにやります。今4時10分そしてこれから5時までの時間、ちょっと皆さんと一緒に楽しみまして、で5時からの30分ちょっと収録ものがあるので、予報センター今日は永井さんで、永井さんにいつも通り収録をやっていただきます。なので、5時から5時半のところは僕は登場しません。はい、ユリチュミロイドにやってもらいます。ロイドじゃないあ本人か、はい。で5時半からまた出てきます。5時半から6時までのところで主にクロストーク主にクロストークをやっていきたいと思います。さあ、ということで皆さんと自由に楽しめる時間があと残すところ50分ということです、はい。ね、企画会議第2弾ですよ。いきますか。企画会議をやって、まだ URL がね、まだ楽しみたいっていう声がありますからね。じゃあどんな、今度はじゃあイベントにしよう。ここか、ここだ。次はイベントです。どんなイベント行ってみたいですか。もうちょっと近くに来なさい。
バスツアー。バスツアー。ああ。運動会。ごめんなさいね。はい。くにゃくにゃ飲んで。握手会はないな、多分ないと思いますよ。山イベント、すごいイベントばっかりだな。自転車、チームうどんツアー、はあ、いちご狩り、なぜいちご狩り、コミケ、引き酒、屋形船、花粉の試走会、花火、天文台、プラネ、あ、プラネ、プラネ言ってましたね。今思い出したんですけど、なんか僕前なんか朝までやった次の日がプラネのイベントでしたよね。大人でやるやつで、俺朝までやってがっつり体調崩して行かなかったんですよ行かなかったんですよ、あれ中継見てたの家でもう任しちゃっつって、青木無人島サバイバルって言ってよくわからないイベントになったんですねあ、でも無人島ですね。無人島なんか地上波にありそうだけどね。会社見学、あ、寝頃とラーメン食べ歩きっていつでもやっていいですよ。もうツイッターで呼びかけてもらえばすぐ来ますよ。寝頃ラーメン言っときますよ俺、行ってこいって安いやろ友達かってそんなもんですよねじゃあ渋ひでねってこの間あったんですよ、あの人と、たまたま猫と二人で渋ひでってラーメン屋行って、はい、で一回降りてきたらマイキーがいて、あれみたいな、びっくりします。めちゃめちゃプライベートな感じ。え、横浜でラーメン博や、ラーメン女子博やってる、うん、そんなのもあるんだ。桜前線、あ、なんだろうな、イベントしてんだね。どうなの、ねえ、どんなテーマがあるのかな。天気のイベントで、あ、七エリアパーティー、そうだ、さっきパーティーです言ってたんだよね。パーリー、あ、空白イン名古屋、
クエン菜プリオモット開発ん？青木でサッカーって何だろう何のことだろう防災訓練キャンプいいですよね。いやーなんだろうなー、ま、あのなんか季節ごとのパーティーみたいなのをやってみました。で結果ソラークにつながりました。で全国セミナーで各47都道府県でセミナーやってみました。さあですよ、ね、ああ青木の連想リポートイベントっていうのが来てんな、ね、リアル脱出ゲームみたいな感じで超むずいみたいな、無理ゲーだよねあれねあれ無理ゲーだよ青木のやつは考える思考が普通の人と違うから、ね、天才だから。ホーリーを探せってそれちょっとなんか響きが似てるだけだよどこにいるの？花火大会。ちょっとすごいあの具体的な話なんですけど、あ、今思い出しました。イベントじゃないんですけどウェビナーってやるんですよ。ウェビナー、ウェブセミナーってやつですね。ウェビナーがこの間の4月の6日って決めたじゃないですか。早くも、延期しましてどこだ、そう、あの無理無理ってなってですね、1週間は遅れて4月の13日水曜日かな、4月の13ですね多分、はい、にスタートすることが決定しました。確定でいいと思います、いいと思います番組改編はいつ頃なんですかね。4月の4日ですって、月曜日。まあその改編って言ってもそんなに大きくは変わらないんでね、はい4月の13でこれここまでにちょっと 無料のプロモーションで何回かはやる予定です。今のところ3回ぐらい予定は入ってたんですけどね、はい、でこれで、サイトを作って募集も始まります。来週ぐらいのところで具体的なところをね皆さんにお知らせできるんじゃないかなと思ってますけどね。でなんかこれこのこれを開講ウェブセミナー開講にあたってなんかちょっと一回ねイベントをやりたいなと思ったんですよ
真面目に、はい、開講式、あ、面白いですね、開講式か。開講式いいな、ちょっとなんか響きが面白いなと思った。あ、こっちのこうじゃないか、ね、こっちのこうか、ね、学校じゃないもんね、まだまだね、うん、まだ、いつかこっちの校にしたいですよね、はい、青木学園みたいな名前とか青山学院みたいなあ、ソライブ高校かそうか、ソライブ高校だったかああ、ダブル校ありますよね。N 校があるんだったらダブル校もありますよね。天気学校。ああ、じゃあ開講式ちょっと企画してみますか。ああ、気象予報士の専門学校みたいなもの。うん。ね、効果は悲しみってきてるトゥルトゥトゥルっていう効果があんのかって話、ね、あとやっぱ現在のイベントをちょっとやりたいですね今年。ちょっとなんかこれまでのその概念をちょっと枠をこう超えるっていうかちょっと違う、なんか参加してる人ももっとこう自分ごとになれて、楽しめるというか、ね、運動会、あ、減災運動会、減災運動会、あー、土のうを運ぶみたいな、せね、時間内に何個運べたでしょうか、ね、借り物競争、もう青木喋んないでお前が喋るとなんか企画がさちょっとよく分かんなくなっちゃうんだよ俺うるさい、うるさいです、黙ってください本当は有能なんですよ、だってガチャピン連れてきたのはあいつですから、はい、まさかあんなにね話題になるとも思わなかったですけどずっとね、次は向く、次は向くって言ってもうあんな、ね、あ、熱い、もうモップみたいな格好してるからあいつは絶対に、熱中症になるって言った熱中症の企画でやりましょうみたいな話をしてたそうか、熱中症か、確かにやりたいと思ってたんだよな、あ、そうだ、ムックは雪男だからね、そう、暑いからね、ありますね、熱中症のキャラクターとして気さえすぎる、ね、今年の夏は、ね、覚えておいてください、ムックで熱中症企画をやるそうです、はい ブックですぞって、ね、あー
青木は鬼ですぞ。そうですね、はい、そうか。あ、じゃあちょっとなんかイベントちょっと4月にやってみようかな。ね、ウェビナー開講式ってのはちょっと面白いですね。ちょっとあの日取りは考えます。この近くで、この前後でやります。じゃあ、はい、はい、わかりました。じゃあ、あのイベント企画ありがとうございました。さあ、残り30分になりました。じゃあ次は、次どのカテゴリーで皆さんは楽しみたいですか。体操結構見ましたよね。天気、体操、キャッチ